メクレンブルクの鉄道網、フリードリヒ・フランツ鉄道のロゴマークメクレンブルク対抗国フリードリヒ・フランツ鉄道はメクレンブルク・シュベリン及びメクレンブルク・シュトレーリッツの国有鉄道会社である。1890年の2回目の国有化から国有鉄道がドイツ国営鉄道に統合された1920年までの間、 シュベリーンの大広告鉄道総局の管理下に置かれていた。メクレンブルクの地図、1866年から1934年。メクレンブルクはドイツ北部の地方で、今日のメクレンブルクイコールフォアポンメルン州の西側の大半を占める。大きな都市としては、ロストック、シュベリーン、ノイブランデンブルクなどがある。メクレンブルクの2つの広告。 メクレンブルクシュベリーンとメクレンブルクシュトレーリッツは1815年に対抗国に昇格し、その後第一次世界大戦の終結まで別個に存在していた。初期に存在していた私鉄は1890年までに国有化され、メクレンブルク対抗国フリードリヒ・フランツ鉄道となった。メクレンブルクで最初の鉄道路線はプロイセン王国のベルリン・ハンブルク線で、 1846年に開通した。これによりルートビヒスルストやハーゲノーほか数箇所に駅が設置された。1846年3月10日にメクレンブルク鉄道がハーゲノーからシュベリーンまでの路線、ビスマーへの路線、ビュッツォーを経由して、ロストックへの路線、ギュストローへの支線の建設免許を得た。この路線は1850年5月13日に開通した。 メクレンブルク鉄道が路線を開通させたが、メクレンブルクシュトレーリッツと結ぶことになる東西方向の路線を書いていた。大きな投資を行える者がいなかったため、ギュストローテーテローマルヒームイブランデンブルク、間の路線は、メクレンブルクシュベリーン大公のフリードリヒ・フランツ2世が主導して国家の所有として建設された。この路線は百六十四年十一月十一日に、 テーテロー駅に両方のメクレンブルク大港を迎えて開通した。さらに1867年には、プロイセントの国境にあるシュトラースブルクまでの鉄道の接続が完成した。この鉄道は本部をマルヒームに置いていた。この路線をさらに、リューベックまで延長するために、リューベッククライネン鉄道が設立され、1865年12月20日に、この路線の建設免許を受けた。 しかしこの建設は資金不足のため1868年以降中断されてしまった。政府がこの路線を1870年4月24日に買収し、1870年7月1日からクライネ年リューベック間の運行が開始された。リューベックにはフリードリヒフランツ鉄道は独自の貨物駅を置き、リューベックメクレンブルク奏車場と呼ばれた。旅客輸送に関しては、 ユーベックビューヒエン鉄道の駅を共同で使用した。鉄道の建設と運行を国家の管理のもとに置こうと望んだことから、1873年にメクレンブルクの鉄道網の国有化が行われた。これはまた、ドイツ帝国最小のオット・ホンビス・マルクが構想していた帝国鉄道が鉄道網を買収しようとしていたのに、対して先手を打って、 メクレンブルク政府が回避しようとしていたためでもあった。メクレンブルク鉄道の収益も買収のもう一つの理由であった。1873年4月20日、政府はメクレンブルク鉄道を買収してフリードリヒ・フランツ鉄道と合併させ、メクレンブルク対抗国フリードリヒ・フランツ鉄道とした。この鉄道の本部はマルヒンから首都シュベリーンへ移転した。 1875年にメクレンブルク大公国フリードリヒ・フランツ鉄道は民営化された。これはかつての鉄道の株主と政府の間の紛争が原因で政府が鉄道買収資金の1000万ターラーを払えなかったためであった。この結果、1875年4月2日にメクレンブルクフリードリヒ・フランツ鉄道会社が発足した。この私鉄は 1890年2月1日の第二次国有化まで存続した。この会社により、バーレンとマルヒームの間の路線が建設された。1875年から1890年まで多くの鉄道路線が私鉄によって建設された。1889年から1890年にかけての第二次国有化により、 国内の鉄道の運営は大広国鉄道総局の管理下に置かれた。鉄道はそれ以降、メクレンブルク大広国フリードリヒフランツ鉄道と呼ばれるようになった。1889年から1890年にかけて存在していた9つの私鉄すべてが政府に買収された。規模が大きく利益が上がっていた会社の買収には少し時間がかかった。 ロイド鉄道、パルヒムルートビヒスルスト鉄道、メクレンブルク南部鉄道の買収は1894年になった。メクレンブルク対抗国フリードリヒフランツ鉄道は国内の鉄道輸送を改善するために多くの新路線を建設した。メクレンブルクにおけるメクレンブルク対抗国フリードリヒフランツ鉄道の路線は1890年の1013点に キロメートルから1908年の1050.9キロメートルへ成長し、さらに隣接処方領内の部分を加えると1148.55キロメートルとなった。この時期に建設された路線は以下のようなものがある。1903年には1886年から運行されていたバルネミュンデとデンマークの入空便、ファルスタを結ぶ。 郵便蒸気船がバルネミュンデと下駄を結ぶ鉄道連絡船に置き換えられた。このためにメクレンブルク対抗国フリードリヒフランツ鉄道はバルネミュンデに新しい駅と2つの連絡船用岩壁を建設した。この航路のためにフリードリヒフランツ4世、メクレンブルクの2隻の連絡船が購入された。この航路はデンマーク国鉄との共同運航であった。 この航路により、ベルリンとコペンハーゲンを直結する列車の運行が可能となった。第一次世界大戦の勃発により、メクレンブルク大公国フリードリヒフランツ鉄道の最後の時代が始まった。鉄道の運行は戦争遂行を優先するようになった。鉄道職員も戦争に前例のない規模で召集された。鉄道の資材が他の鉄道にも提供され、 鉄道の運行は軍の指揮のもとに国や鉄道管理局の協会を超えて調整が行われた。ドイツ革命と1918年11月13日の大公の退位の後、鉄道はメクレンブルククニュー鉄道と解消された。そしてバイマル憲法の規定に基づき1920年にドイツ国営鉄道に移管された。メクレンブルクにおけるドイツ国鉄の管理は シュベリーン管理局が行うことになった。メクレンブルクは機関車の購入を主に隣接する大国プロイセンに頼っていた。可能な限りプロイセンの設計の機関車が使用された。メクレンブルク独自の設計の機関車としては、支線における運行に使用されたタンク機関車であるトエンティワン型がある。他のドイツ諸法の鉄道とは対照的なことに、 メクレンブルクでは急行用機関車を発注しなかった。ベルリンからバルネミュンでゲッサーを経由してコッペンハーゲンを結ぶ国際列車やロストックとハンブルクを結ぶ列車はこうした目的には十分な最高速度時速1 0 0トルを出せるプロイセンの P8 型が使用されていた。メクレンブルクのかつての鉄道の名残を留めるものは少ない。シュベリーンには 大公国鉄道総局が入居し、その後は廃止されるまで、ドイツ国鉄のシュベリーン管理局が置かれていた建物が残っている。路線には、メクレンブルク大公国フリードリヒフランツ鉄道の特徴を持った購買票が中央にいくらか残っている。またまだ使用されている古い駅舎が、テーテロー、マルヒーン、シュターベンハーゲンなどにある。ヒュールングスボルン西駅にある。 森博物館にも展示物がある。ありがとうございます。